アウトランナー二塁2、3になりましてラストボール。6球目まっすぐが外れましてフォアボール。積極今日バースは2つ目のフォアボール。今日桑田が与えたフォアボールはこのバースへの2つだけです。ツーアウトランナー二塁一塁。やっぱりバースにこの今当たってますのでね、やっぱ桑田が何か感じるものがあるんでしょうね。うん、そうでしょう。内野陣が集まりまして、はい、そうですね、右といってもこれ岡田もなかなか自信持ってますのでね、要注意ですけど、まあ、バースよりは処理しやすいと思いますね。ラウンドコースの球、特にストレート、スライダー、カーブがコースにさえ決まれば打てるバッターではありませんからね。今シーズンの岡田1試合4安打というのが2回あります。その他3安打1回。今日の岡田まだヒットが出ていません。サードゴロ三振。1球目ボール。ちょっと力が入ったでしょうか。マウンド上桑田、力ありますね。コースを際どいところばかり狙ってますのでね。そうでしょうね。でもスライダーでね、生実家カウント取るよりもね、ストレートで思い切っていった方がね、キャッチャーもこう安心してサイン出しますのでね。まだあの少々高めに行っても大丈夫ですね。はい、大丈夫です。勢いは。はい、大丈夫です。1球目ボール、2球目変化球、ストライク。低めいっぱいでしょう。岡田が不満そうです。それはもう手が届かないでしょうね。はい、昨年桑田に対してご覧のように16打数8安打よく打ってるんです。よく打ってるんですよ。桑田も強気できますのでね、はい、その強気なところがやっぱり岡田としては的を絞りやすいんでしょうね。今シーズンは4打数2安打やはり打っています。おっとランナー、あーっとセカンドが入っていない。あー、これは日向が戻って三塁へは進めませんが、どういうミスプレーなんでしょうか。村田が二塁送球、ベースカバー誰も入っていません。どうしたんだ、サインが出てたかという感じの篠塚であります。まあ、村田としてはね、あの、ランナーがちょっとたくさん出ましたのでね、思わず投げたと思いますね。ああ、そうですか。刺せると思って刺したんですけどね、やっぱり篠塚が投げた後サッと入ってあれば、まあ、そこはやっぱり気を使ってやらなきゃいけないと思いますね。はい、今日先発マスクは村田であります。ランナー二塁に平田、一塁にバース、バッター岡田ワンツー。桑田第4球ますよ。あーっとガーッと伸びるか、どうか、打球が入った、ホームラン、岡田逆転スリーラン、桑田抜かれました。耐えに耐え、スピードボールでグイグイ押してきた、そのままスピンハイ。今インコースじゃなかったですかね。レフトスタンドに飛び込む第2号のスリーランが出ました。一気に逆転であります。一振りを喫しました、桑田。そうですね、インコース行きました。アウトコースならね、アウトコース行くではそんなに打てるバッターじゃないですけどね。やはりまっすぐ待ってたでしょうね。そうです ね、インコース寄りの球は本当に強いんですよ。最新のスイングはレフトスタンドに飛び逆転のスリーランであります。